KQ600 系電車3台。KQ600 系電車。KQ600 型電車は、1994年、平成6年4月に登場した、京浜急行電鉄の通勤型電車。日本の地下鉄対応車両としては、珍しいオールクロスシート車両として開発され、1996年、平成8年にかけて88両が製造された。その後、年、 平成17年からは乗務員室後部と車端部を除く座席がロングシートに改造された。本校では、突起のない限り各種文献に習い、京急本線上で南側を、浦賀より、または浦賀方、北側を、品川より、または品川方、東側を、海側、西側を、山側と呼び、文中の編成表では左側を、 裏画法として記述する。また、線形は1959年、昭和34年登場の線形、初代、新線形は2002年、平成14年登場の線形2台、800形は1978年、昭和53年登場の800形、2台を指す。本形式は、1500型に次いで、東京都交通局、都営地下鉄浅草線乗り入れ車両である線形の、 置き換えを目的として製造された。1994年から1996年の2年間にかけて8両編成8本、4両編成6本の計88両が製造された。日本の地下鉄対応車両としては、珍しい全座席クロスシート車両として、混雑時の収容力と換算時の快適性の両立を狙った可動式座席を採用して製造された。 当時他の関東地方の鉄道事業者は、他費や大型扉の車両をラッシュ時の運行円滑化のために導入していた時期であり、K9 はクロスシート車での運行円滑化という他社とは異なるアプローチとなったのが大きな特徴である。K9 車は原則千番台か二千番台の形式をつけることになっているが、すでに一部が廃車されたとはいえ千番台から千三百番台を 使用している1000系、1500番台から1700番台、1900番台を使用している1500型が共存するため1000番台を使用することは困難であった。そこで他社が使用していない6000番台を使用することとし、1桁目と2桁目の間にハイフンを入れることで600型とした。初期製造者は1500系、VVVF インバータ制御車と、 大社以外同一の機器を採用したが、後年の増備車からは編成構成の自由度を高めるために機器構成が大幅に変更され、稼働式座席も廃止された。1998年、平成10年の羽田空港駅開業時に設定されたエアポート開拓にも運用され、同駅開業関連のポスターにも使用された。2005年から乗務員室後部と車端部を除く。 座席をロングシート化する工事が行われ、2016年現在は都営地下鉄浅草線経由各線への乗り入れ運用を含む京急各線で運用されている。車体はアルミ製とし登場時の2000型と同様赤い車体に窓周りを白く塗装している。全面形状は大きな三次元局面で構成され、車掌台側に移動したスイング式のプラグドア、 上部に映った前章灯、下部に埋め込まれた微灯、標識灯、ワイパーカバーの採用、アーマープレート、アンチクライマーの廃止など、新しいスタイルとなった。このデザインは後に登場した2100系、新鮮型に引き継がれた。ワイパーカバーは当初、イロンデルグレー、イロンデルグレーに塗装されていたが、視認性向上のため、1995年、平成7年に、 アイボリーに変更されている。窓寸法を1500型に対して、紙型に 20mm 拡大、車体高さを同じく 40mm 拡大した。800K800 号800編成以降の軽級角、形式では、側面種別、行き先を別々の小窓に、表示、一体のケースに収めていたが、本形式では一枚のガラスに収められた。微刀、土平等には、 LED 灯部を使用したが、経年劣化による焦度低下への対応として、時形式の2100型から電球に戻されている。1500系 VVVF インバータ制御車に続いて、正面にはスカートが取り付けられたが、1500系のものと比較して丸みを帯びた形状のものに変更されている。1から3車では、 運転台と直近のドアの間に運転台側を向いた二人掛け固定座席、ドア間に四人掛けボックス席片側二組、車端部に四人がかりボックスシートが設けられた。四次車ではドア間の座席はボックス席と二人掛け固定座席を一つずつ組み合わせた配置となり座席数が減少した。共にドア付近には運転台からの操作で 一斉施錠可能な補助席が設置されている。シートピッチを広めに取っているため、補助席を使用しない場合は、同じドア数のロングシート車より、座席定員が少なくなる。内装は、寒色系で、天井と壁面は、白と薄灰色、床は、グレー系、座席は、薄青色である。京急の3、扉車として初めて、扉内側に化粧板が貼られた。 1500KVVVF 車と同様に床には駆動装置点検用点検外のみが設けられた。1から3次車では両端ドアの車体中央やドリキに混雑時の収容力確保のため運転台からの操作で2人掛けと1人掛けが転換する可動式座席、ツイングルシートが採用された。ツイングルとはツインとシングル、さらには星のきらめきを意味する。 ツインクルをかけた造語である。これに関連して、本形式の登場当初は、ツイングル600の愛称が与えれていた。可動式座席には、通路側の座席を窓側の座席に被せるように収納するものと、ドア部補助席同様に座面を跳ね上げて、背もたれに密着させるものがあり、両者は肘掛けの位置で識別できる。補助席と合わせ、 一両あたり最大32人の座席定員を変えることができるが、可動式座席の収納は登場直後を除きほとんど行われなかったため、可動式の特徴が活かせなくなり、4次社では通常の固定座席が採用された。神奈川新町駅構内の京急の育成センター内にある600系シミュレータ客室内にはツイングルシートがあり、 本形式のロングシート化改造が終了した後も、登場時の状態をとどめている。この書体は東急車両製造性、それ以外は、川崎重工業製。この書体は、変更点のある車両もしくはその変更点。CS は、主制御機、MM は、主電動機、SIV は、SIV の製造者を示す。以下各製造時で同じ。以下の編成表は、 すべて左側が、裏が、三崎口方面。600型として最初に登場したグループ。登場からしばらくは、ツイングルシートを PR するヘッドマークを装着して運転された。一時車の使用実績をもとに設計変更が行われ、釣り手の増設など立ち客に配慮した。一時車の製造当初は、日中の快速特急、現、快特使用時に、 中間の客用扉を締め切り扱いにして2000型と同じに扉車とて運用することが考えられていたため中間の客用扉上部には締め切りであることを表示する装置を装備していたが不評だったため日中のに、扉扱いはすぐに中止され二次車から本装置は装備されていない一次車に関しては中央ドアを締め切る機能は残っているが客用扉上部の装置は撤去された その他、バイパーが中央から両側に開く動作から2本が平行に動作するものに変更されている。後に一次車も改造。603編成は600型では初の東芝製冷房車となった。二次車に続いて製造された。二次車から設計変更はない。4両6両8両編成に設計変更を行わずに対応できるように機器構成が 大幅に変更された。608編成の裏が型4両の主成魚器。SIV は当初東洋製。品川型4両は三菱製であったが、主成魚器は後に651編成。もともとは三菱製と振り返られ、三菱製に統一された、後日、この危機器構成は後に登場した2100系、新100系、一次車、二次車に引き継がれた。 本形式では、登場後各種の改造工事が施されている。1から3次社は、前面のワイパーカバー塗装色が色んでるグレーだったが、視認性工場のため1995年に、上演を黒、それ以外をアイボリーに変更した。4次社は、登場時から、この塗装である。デハ六百八から一では1九十六年十二月から1九9八年三月まで。 試作座席が使用された。海側の座席2脚が固定式と転換式、クロスシートに交換され、座り心地、シートの痛みなどの確認が行われた。1から3次車の車ダンパーを1998年6月に撤去した。準備工事だった4次車の関連部品も翌7月に撤去された。落成当初、スカートはダークグレーに塗装されていたが、 1999年以降、順次明るめのグレーに塗装が変更された。デハ605から12500系のデハ1601、払い設した河川観測装置を装備する改造が施された。通常観測用機器は取り外されている。観測は通常の営業列車で行われる。座席表示の表示劣化に伴い2002年度から、 順次座席表布の張り替えが行われ、表地は青系色から赤系色に変更された。ツイングルシートは構造を変更せずに固定化された。翌2003年の試行者以降はヘッドレスト部分の色と材質を変更した。2005年度以降は扉間のロングシート化改造を開始したため打ち切られている。2004年度から混雑緩和や経年による 可動式座席、ツイングルシートの機能維持に手間がかかることから、扉間の座席を、ロングシート化と、同時にバリアフリー対応改造が実施されている。詳細は、以下の通り。いずれも2018年12月現在、全編成が交換を完了している。優先席は、奇数号車品川方山川及び多摩数号車、裏側方海側に設置されていたが、 608編成は2005年10月に扉間の座席を改造された際に優先席が増設され既存のものと天体小1のシートも優先席とされた他の編成も改造あるいは工術の更新工事と同時に増設されている京急前線で高機能 ATSCATS 装置が2009年平成21年2月14日から使用開始されたため これに伴う改造工事が全車用に施行された。2009年8月10日に更新後の試運転を行った601編成から車体更新工事が施行されている。工事内容は以下の通り。2014年3月の655編成の更新工事施行をもって全車の更新が完了した。606編成は京急ブルースカイトレーン塗装で出場した。 また、608編成は、主制御機が三菱製に変更された。8両編成は、主に海徳などの優等列車に使用され、都営浅草線、京成線、北総線への乗り入れ運用が中心となっている。停車駅予報装置が製造当初から搭載されているため、京成本線、高砂成田空港や京成成田空港線、 成田スカイアクセス線での運行にも対応しており、同線の一般列車である、アクセス特急、京急線、都営浅草線内エアポート開得として、成田空港まで乗り入れる。スカイアクセス直通と、京成本線高砂護伊藤、京成船橋駅方面運用は、新線系十字車以降の車両も運用に入っている。2015年12月5日、ダイヤ改正で、 京成本線京成桜駅への乗り入れ運用を平日復活し2017年10月28日ダイヤ改正で休日も復活した4両編成は普通列車や優等列車の増結車など自社線内で運用される過去に1998年から1999年にエアポート初日号として都営浅草線京成押上線 金町線に乗り入れたことがあり、2002年から2003年には、ダルマエクスプレスとして、大支線に、初めて入線した。現在は1500系のダイソーで、大支線に入線してくることがある。運用の弾力性を増すために2005年より、ドア間のロングシート化改造を開始し、改造を受けた編成は、同時間帯の上り列車にも使用されるようになった。1500系。 2100系、新線型とも連結が可能である。かつては2000型との連結もあった。京急車内で使用されている列車の車両組成を表す表には、車両の略号は4両編成が 4F、8両編成が 8F と表記される。606編成は、ロングシート化改造と同時に、車体全体を青く塗装し、2005年3月14日から、 京急ブルースカイトレーン、京急ブルースカイトレーンとして運転されている。通常は広告貸し切り列車として毎回一社の広告だけが車内に掲出されるが次の取り組みも行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。